はい、今日もあなたと百姓天国。本日は5月の30、31。はい、午後になってね、結構晴れてきましたね。ポツポツ雨も多かったんですけどもね、午後になって急に晴れてきたりして、はい、梅雨本番ですけどもね。はい、ということでここね、今ね、研修生2号くんがモアでね、ちょっと草ぼぼになったんですけども、綺麗にね、今草モアで買ってもらってね、はい、で急遽ね、あの広いところ、四五反の畑をね、お返しすることになったので、すぐね、昨日ね、もう夕方には、ちょっと手配を回ってね、まあなんとか、2枚ほどとりあえずね、昨日の段階で、確保して、その1枚がここですね。まあ一旦ちょっとぐらい、一旦ぐらいですね、ちょうどね。はい、でまあ草の生え方を見ればね、まあまあの畑かなってあるので、であのやっぱりね、野菜ができないとダメなんでね、はい、多分ここだったらできるんじゃないかなっていうところでね、はい、もうすぐ借りてすぐにじゃあ、 あの見に来て、草だらけだったらすぐじゃあもうあの手入れますよということでね、はい、ここともう一箇所すぐここの近くのところにね、そこで3ターンぐらいですか、はい、ということで、まあもうちょっとね増やさないといけないかなって感じなんですけどもね、まああのあそこのところはまだ来年の春まで借りられますので、この秋冬ね、キャベツ白菜を作りますけど、来年以降ね、来年のですからジャガイモやるところがなくなっちゃったんでね、ジャガイモ、やる場所ここにするかね、ちょっとまだ考えてないですけど、とりあえずねどっか確保したところに、ジャガイモを持っていかないといけないんでね、今年前半戦は良かったですけど、後半が全然ダメだったのはやっぱりね、畑によるわけですよね。だから畑が悪いとね、ジャガイモができないっていう、まあそういう地域だっていうことなのでね、だからやっぱりこう土作りはね、ちょっと場所によって時間があるんですけど、結局土作りもね、費用対効果ね、3年から5年かけてね、それでようやく2軍にしかならないってなったら、最初からそれやる意味あるのかって話になるわけで、そういう意味でもね、ちょっと見極めてやっていかなきゃいけないんでね、はい、まあもうちょっと時間がかかりますかね、その意味ではね、はい、ということです。ここはねちょっとね、拠点からちょっと離れてちょっと遠いんですけど、だからここまでトラクターでね実装しなきゃいけないですけど、周りはこういう感じでね、畑地帯なので、結構ネギの専業農家さんね、はい、ネギやってたり、ここも多分ネギだと思うんですけど、だから横がね造園屋さんですね、はい、こういうなんかこういうの作ってたりでね、するちょっとそんなに広くないところですけどもね、隣は家庭菜園やってる人とかで、はい、のところの行ったんですね。まあまあでもこれぐらいあれば、とりあえずはね、僕はもうそんなにね、多分マックスでおそらくこの地域だと3ヘクタールかなと思ってるので、もうちょっとですね、あと1ヘクタール弱ぐらい確保できれば、もうそれで僕は上がりなので、もうちょっとっていうところですね。はい、はあ、まあまあねいろいろあるわけでして、まあそれでもね、まだなんとかね対処はできるレベルにあると思うので、はい、明日は掘れ庫立てちゃいますし、そしたらもうね、引き下がるわけにいかないんで、頑張ってねやっていかなきゃいけないんですけど、はい、来年そうですね、ここちょっとね水はけ悪いかなって感じですけどもね、はい、まあでも多分どうですかね、じゃがいもやるんだったら多分ぬかだけでいけるんじゃないかなって気はしてますね、はい、なのでぬかだけ入れて、じゃがいも半分ぐらいじゃがいもになりますかね、一旦は多分ね作らないと思うので、半分をじゃがいもにして半分を何かにしようかなって感じですね、はい、ということで、あ急にいい天気になってきたね、そんなような状況です。もう一箇所の畑もね、また今度撮影しますので、ここからすぐ近くね、通りのあの家の向こう方なんでね、そっちで3ターン、4ターンないですね、3ターンぐらいですかね、はい、なので合わせて4ターンは確保できたので、まあ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 って感じですけどもね、はい、でもやっぱり使える畑どうかっていうところをね、やっぱりちょっと確かめながら行かなきゃいけないんで、はい、ということでございます。でもここはある程度ちょっとなんかこなれてそうなので、太陽熱マルチはかかりそうですね。だから将来的にはここで人参作ってもいいかもしれないですね。人参ができればね、
はい、やっぱ耐熱マルチがかけられるかどうか結構大きいのでね、うん、やっぱりあの粘土質だとちょっとね耐熱マルチ効きませんから。でも隣のあの家庭菜園の畑ね見れば多分ある程度こなれた畑には見えますからね、隣の人は一生懸命やってる、家庭菜園すごく一生懸命やってますね、はい、見ればわかります。はい、なので多分ここだったら耐熱マルチかけられるということは人参ができるしってことですよね。はい、いいと思います。そんなことで、はい、今日はね、はあ、なんか午後からえらい暑くなってきた。私もやっぱりねまだ帰ってきてね、今日で火曜日水曜日でしょ、やっぱりね水曜日はまだ回復できないんですよ体がなのでねちょっとこう今日あたり今日明日ぐらいまでやっぱりちょっとまるまる1週間かかっちゃうんですけど、だからといってね帰ってきてずっと寝ているわけにいかないんでね、はい、なのでこうやって、まあ、研修生が来てもらえると本当に助かるんで、今日はねちょっと僕も半分休みながらね仕事はする感じで、はあ、まあでもこの私がいるねこの三重のこの真ん中あたりの地域もね本当に畑はねやる人はいなくてね、うん、こういう専業農家さんね、ネギね、これは法人さんですね、生産法人さんがねネギを作ってあれ農薬撒いてますけどね、はい、まあでもだからといってねそんなにここ多分ここの生産法人さんでも10ヘクタール程度ですからね、そんなにねバカでかいわけではないので、うん、まあ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 っていうことでございます。はあ、ちょっとねまだ体がやっぱり水曜日だとね疲れが抜けないんでね、これが木曜日金曜日あたりぐらいからちょっとね普通の感じになってくるんですけどね、それまで帰ってきてね3日4日寝てりゃいい、寝てられるようなねそんな贅沢に環境はありませんのであ、もうそろそろ終わりそうですね。はい、んなことで、はあ、さあ頑張らないとね、6月まだ梅雨ですけど、ここから6月はね耐熱マルチバンバン張って、おそらく耐熱マルチ張るのもね今週末こういうね梅雨の合間を見ながらね、今週末から耐熱マルチいよいよスタートです、6月入りますんでね、はい、ということで、種まきもね、白菜、夏の白菜も6月入ったら入ってきますね。さあ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 、忙しいですよ、忙しいですよ、忙しくない時はないのでね、ということで以上になります。それではまた。